ビョルディのゲームオールの自学書の、一番最後のページ、鈴木でいう一番最後のページのところですね。2ページ目の終わりの辺からいきます。119小節目からいきますね。っていうとこね。これはサードポジションなので、例のとこに1持ってきたやつですね。この場所に。しばらくここで弾きます。まとなり、これは1、まとなりです。こう場所変わらない、まとなり、すぐ横、ここまで来た。じゃあ次は、セカンドポジション、第2ポジションに行きます。第2ポジションは、1個下なんですけど、今3番目やったから1個下なんやけど、ドのとこを1に置いたやつ、これね。指はさっきと一緒やと思う。さっきの314211で1個下がって、314211、次も実は一緒に314、違う、分かった。ここね、これだけじゃね。そうそう、次は、次のページ123小節目、ここはこうじゃないね。今までは隣やったんやけど、でこれはまあ指はどう押さえるかやけど、鈴木の本によれば212になってるので、これでいきます。普通2はもう1個上になるんやけど、要はこれ1まとなりじゃないんですね。低い位置と、高い位置の場所になるんで、11って押さえると、音程が狂いやすかったりもするというんで、バタバタこうするね、場所が隣やったらすぐ行くけど、隣じゃないから、1やけども隣じゃない。低い位置、高い位置、高い位置っていうか位置になるので、2で、代わりに2で押さえてます。こういう感じになります。本来はもともとは1で押さえるとこ2で押されてるんで、結構キュッと下に来てる感じになります。で次はそのまま。ここは咲き始めたとこから4段階ですね。タタタタタタっていう塊を、ファから始めたやつ、ミから始めたやつ、レから始めたやつ、ドから始めたやつで、1段階ずつ下がってくるという形です。下がり、1個下がり、ここに、で、もう1個下がって、音楽的には1個ずつ下がってきてるという感じになります。で、ここは大丈夫かな。弓だけ気をつけてですね。次アップになってるで。場合によってはひょっとしたら手ノートとか書いてる場所が違うかもしれないけど、127小節から小節の頭に、手ノートが書いてあります。これはそこの音大事だよという意味です。別にそこだけ無理くり、そこは長いけど他は長くないとか、そういう意味ではなくて、要はどういうことかというと、ここね、このアクセント、じゃじゃ手ノート書いてるとこをちょっと強く弾くと、ラ、ソ、これも1個ずつ下がってんねん。し、次の小節、ラ、次の小節、ソ、次がミ、シ、ラ、ソ、ファは取り戻してミになってるね。そうそう、こうやって音楽が流れてるよってことですね。だからもう全部が全部、ってやるとちょっと音楽じゃなくなってくるので、音の羅列なんで、それは。一応。さっきのタタタタタタも下がってきてたよね。で、今回も下がってくるね。どん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 下がってくるんだね。これいくつく先があるんですけど。これも続きも、これはだからサードに上がるので、今度は、131小節目。これはサードポジションですね。下の、3の指のとこに1が来るやつ。これね。ちょっと指、ボーイングがややこしいので、何やったら全部書いてもいいかもしれないね。合ってるか。これも C、ラで下がってきてます。延々と下がり続けてね、これね。これ、
3分になるね、この3連符の始めの。これ3連符なので、1拍が、3分割されてる。1拍の中に、四分音符1個の中に3つ入ってる。じゃあその前の小説の四分音符の中に重力分音符が4つ入ってると、どっちがゆっくりな感じしますかね。3連符の方がゆっくりです。だからって言うようにね、うん、ここでゆっくりになるからね。一つのケーキを4分割分けた分の 量と3分割分けた分やったら3分割の方が大きいでしょ、うん、だで1オクターブ上がります。上にちょっとポジションのこと忘れてたな。ここでセカンドに下がってるんでね、1個下がりました。これはファーが、ファーのとこが、ファーのとこが1になってるやつ、ね、でそのままいって、ここでファーストに下がる。セカンドという位置づけでいいのかな。ここ踏まえた、ここ3のとこを1で取って、で1個下がる。はい、ここから上がいきなり第5ポジションみたいなのが出てきて、かなりえいって言ったらまあ狂うんで、えいっていかんときましょうか。次ラーのとこに3が来てる。でそのしばらくそのポジションのままね、これ第5かな、でいきます。このラーが取れるかいね。このラーが3っていうことは、3、2、1、1はファーやねんね。ラーソーファー、じゃあファーのとこを1取ろう。2ファーから、今押さえたポジションやったら4のとかね、ここに1を持ってきて、ほんならいけるかね。こうやって取りましょうか。レミファ4のとこ1で取った、でラこうねこれやってください。うん、そこね、ほんとあんでホルテなんで、自信なくなって、みたいになると、ここが一番何のためにさっきからずっと音下がってきてたかなんですよ。タタタタタタとかでこうずっと音下がってきて、ね、タタラ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 タ、またどんどん音下がってきて、ずっとずっと下がって下がって下がって、ここでドカーンと上に行くんですよ。だからここが一番盛り上がるとこなんで、ここで、まあ、自信がないからといって弱くなっちゃうと、もったいない。いや何してきたんみたいになるので、それまで、まあその前に2色多分上がってるけどね。じゃあアップか。リッドも測んでね、ゆっくりで満を持して上に上がって、これね、後でここ一番聞かしたいからね。そうです、まあコンクールなんかではここ聞かれますね。ここがちゃんと取れてるかっていうところと、しっかり取れてるかっていう、まあ音楽的にもここが一番盛り上がってるので、まあ、どうしてもこの指やったら弾けへんっていうんやったら別に変えてもいいと思いますけどね。この、まあ、鈴木の指でいくならそういうことですね。何回もやってたら音出さなくても取れるようになります。この辺はだからもう上り詰めた先なんで、そのままひたすら行っちゃってください。この辺からちょっと落ち着きましょうか。メゾピアノになってるしね、うん、だからさっきの上に上がって、ここの一段の流れではもう一番盛り上がってるとこでわーってそのまま行ってください。まあ音はだん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 下がってきてるんですけど、うん、この辺ちょっと弓をダウンとアップがちゃんと合ってるかって、毎回同じパターンで来てます。これも
受け答えですね。なんかどうこれからどうなると思う。いやこうなるんちゃう。えでもやっぱ心配じゃない。まあ大丈夫やって。みたいな流れになります。わかるかな。たたらたたらたたったって誰かが言う、 A さんが言うたら B さんがいやたたらたたらたらった。A さんがまたたたらたたらたっていうみたいなあのちょっと遠いとこ答えみたいになってます。だから塊的にはまあこれをどっち入れるかやけど。で答える。もう一回これ。でここででも解決してるんですよねこれ。まあそうやんなみたいなここもまた一個ずつ下がっていくパターンですね。タラタタタラタタタラタタ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 っていうパターンを2回音を1個下げて C から始まったパターン。今度次さっき C からやった次ラーから1個下がって今度1個下がって、ソーからで ここからはちょっと続いていきますけど、うん、タラタタタタタタタンタンタンっていうのは3回きます。で2回目3回目と思いきや続くだからね、うん、この辺もちょっと盛り上がっていきますね。2回同じことがありますがこれも 指の向きはちょっと気をつけてくださいませ。で、これね下のねちょっと今エレキでどこまで出てるかわかんないけどこれが結構音残るのそれがかっこいいのよね。でみたいななんかそのまあ誰か後ろで弾いてるみたいな、ね、でここはちょっと見せ場やね。そのピアノやったらこうバン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 と降りてくるのをこう分散っていうかこうバラバラにしてわざとこうバイオリンこういうの得意なんですけどだから下の上下のメロディーの人はやし上のなんか2人がこうタタタタタタ上の人も下がってきて下の人も下がってきてまあ両方もなんかこう掛け合いみたい掛け合いじゃなんかワオみたいになってるというねなんですけどここはもし可能なら音程を和音で合わせてほしい。何気にねこのまあこれ6度が多いんですけど 6多いっていうか全部6度かな、ドとドラっていう音程ねあのシソっていう音程は6度なんですけど6度もこう広い時と狭い時とあるんですよね。こう幅がそうそれがまあその指がどっちになるかですよね。いつもこうみたいになると音程狂ってくるので全部狭いわけでもないでもないこれ広いこれ離れるまあ、ここはゼロやから分かる。ここはくっつく。こうじゃない。くっつく。次は広い。次も広い。これもちょっと1やから分かれる。これも広い。まあ、ほとんど広いから。うん。の音程をちょっと確認しながら言ってください。みたいな感じです。これができたら音程は多いんだよね。ね。で、次。ここのこのドルチェはちょっとよく分からへんねんけど、まあメゾピアノって書いてあるから、その前がだから結構盛り上がっとった方がいいね。今のさっき弾いてたこの見せどころ。これまあその鈴木の読み解くとってことね。私は別にそう思ってないけど、あれです。読み解くと。ここね、うん。そこはだからラルガメーテって書いてあるから、まあ大きく、結構目立って弾いてていいんでしょう。弓もいっぱい使いましょうか。で次はドルチェって書いてあるからちょっとうんかな多分この後ホルテが出てくるからその前のステップホップステップの状態かな。うん小さくね
からもう耳で聞いたまま言ってください。ここはタタタタラタタ、あの楽譜を見ると、楽譜だけ見るとまあこういうただの8分符のあの羅列なんですけど、完全にこれはタランタランタラ、レを基準にして上からミーで下からドレミーでド、うん、これタっていう流れになってますね。もうこれは耳で聞いたまま言ってもらったらいいんちゃうかな。で次もあの同じもうリズムパターンまるで一緒で、音が変わります。これこれね、うん、これ結構キワいんやけど、ほんまはこうやね、さっきもミーレドレやって、それ上ミーレドレミーレ、今度中古タープ下がってミレドレミレドレをこっちだけ上にして、ちょっとキワい感じになってね、ええ感じに出てるね。ですんなり終わるかと思いきや、ちょっとゆっくりして、こっからせーので大階段みんなで降りまーすみたいになります。こっから、あんたんもうみんなでもう大合奏です。何回も出てきてるとは思いますけど、もう一回おさらいしとくと、サードポジションなんでラのとこを1に置いて、ここね、ここでフォルテッシモって書いてるんで、ラのとこ取って、ポコアポコアラールガンドってなんやろ。まあ、だんだんゆっくりになってきて、だんだんゆっくりになってる上にだんだん派手に、派手っていうかだんだん押し付けがましくなってきていいと思います。あのだんだん消えていくタイプじゃなくてね、の方じゃなくて押し付けがいいと思います。で、まあ、この辺は好みですけど、あで、これ和音になっていく、最後につれ和音になって、ここから1本次2本で最後4本となるんですけど、次2本になるからどうしてもね、なんとなくこの辺でね力を抜いてると、でもうすぐここで大きくなっちゃうんで、それ避けたいんですよね。だんだん最後に向かって大きくなるのはいいんですけど、あのタタタタタタタバンバンみたいに急に来るのはなんかな、どうしたんかなみたいな思うんで、あのその前結構大きい方がいいですね。次の2本に負けない音量でここ引いといてください。そうしないとなんか急に、ね、で2本ってなると急に2本弾かないといけないと思ってこう強くなる傾向にあるので、そのまあそれもねあんまりガリガリ言わんようにとは思うんですけど、その前のこれはちょっと大きく弾いておきましょうか。それでこうちょっとあのサイズ感を合わしとかんと音って、音量をね、あの急にでかくなるっていうね、なるので。好みなんですけど、あのどっちかというとねってなっちゃう人が今までのねな感じだと多いんですよ。あのまあそういうなんていうの、最後のあの最後、そして誰もいなくなった美しさみたいなのを出したんやったら、まあそれもありやけど、2本残ってる方がええんちゃうかなと思いますね。ここまあ本来これ4本のその和音やから、ピアノやったらボーンって4本弾いて4本残るはず。でバイオリン4本の音をずっと持続するって無理なんで、その前にちょっとこう響かせといて下っていく方法を取るんですけど、うん、まあ頑張って3本ぐらいまでしょ。それもちょっときついから、うん、こう、まあ、これしっかり響かしとってね、まあ、1本残ってもいいけど、まあ、それはあの好みいろいろあります。あの最後そうだけ残す人、2本残す人、結構
構その下を強めにする人もいるかな。ここをしっかり出す人もいるし、もう一発で、いろいろです。これはまあその人の、あの好みによるので、あのどれが一概いいともいいんですけど、ちょっとあのスカスカになるのは避けたくて、まあ、だから一番避けたいのはここで急に出かなって、で一本みたいななるのは、あのみたいな、せっかく最後でこうガーン聞かしたいところが、あの薄くなるっていうのはね、どっちかというとでかく押し付けがましく終わる方を二度捨ててきてるのちゃうかなと思います。この鈴木の楽譜は少なくとも、あのそれはもうあの解釈なんで、別にこう、まあ、これを学んだ後、いやいや私はやっぱり最後誰もいなくなったみたいなのがいいと思ったら、それは全然それやってもらっていいんですけど、まあしっかり日本とかで弾いてた方がコンクールなんかではちゃんと採点されるかなと思います。はい、まあ最後は音楽なんで別に自由なんですけど、はい、っていうことですね。はい、最後のページこんな感じです。